イズコールの皆さんいかがお過ごしでしょうか東北朝教会の牧師永井信義です今日このような形で皆さんとご一緒に御言葉をシェアさせていただけること心から感謝しています今日の聖書の箇所ヨハネの黙示録2章の1節から7節です聖書の箇所をお読みいたしますエペソにある教会の見つかりに書き遅れ 右手に七つの星を握る方七つの金の食台の間を歩く方がこう言われる「私はあなたの行いあなたのロ苦と忍耐を知っている」また「あなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが実はそうではない者たちを試して彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている」「あなたはよく我慢して私の名のために耐え忍び 疲れ果てなかったけれどもあなたには責めるべきことがあるあなたは初めの愛から離れてしまっただからどこから落ちたのか思い起こし悔い改めて初めの行いをしなさいそうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの宿題をその場所から取り除くしかしあなたにはこのことがある。 あなたはニコライ派の人々を憎んでいる私もそれを憎んでいる耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者には私は命の木から食べることを許すそれは神のパラダイスにあるヘペソにある教会の密会に対して書き送られた手紙こちらを今日は 皆さんとご一緒に読んでいますけれどもこの「見つかい」という言葉この「見つかい」という「み」「恩」という言葉が日本語の訳の場合にはついているのでこれは天使のことを言っているのではないか見つかいのこと私たちが聖書でよく耳にする天使的な存在見つかいのことを 言っていいるるのでででははななかととそんなふうに読むことができる箇所ではありますしかし原文では「使い」とか「使者」つまり「使わされたもの」「教会の使い」とそういう具合にシンプルに読むことができる言葉が使われています。ですから「教会のリーダー」「教会を治める役割を担っている一人一人のこと」 まあ今風に言うならば牧師や長老とか教会の指導者たちのことを表現している言葉とも読むことができるわけですただこの使いという言葉ですけれどもこれは聖書の中では人間の使者にも用いられていますけれども天的な存在つまり神の使者に使われることの方がはるかに多いようですですからこれは 一つは象徴的な言葉として私たちは受け止めておきたいなと思いますね教会そのものでありそしてまた教会を象徴するですから私たちは教会に送られた手紙だとそんな風に私たち私たちにもこの手紙は送られているとまず確認しておきたいなとそんな風に思いますそしてこの手紙を送られた方は右手に7つの星を握る方 七つの金の食台の金間を歩く方といいう具合に表現されていますつまり教会をその手に握り食台としての教会の周りを歩いておられるイエス様のお姿を私たちは見ることができるわけですね。聖書の中でイエス様があの「三条の説教」でこのようにおっしゃっていますあなた方は世の光です。 つまり教会は職大として世の中で輝くそんな務めを担っているわけですね。ですから教会は職大とそのようにこの目白く表現している通りで私たちは光であるキリストを輝かせていくそのような働きのために召されているわけです。エピソードの教会はまずあなたの行いあなたの老苦と忍耐をしていると イエス様に評価されていますあなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかったとそんなふうに神様は私たちの行いまたさまざまな苦労そして忍耐をちゃんと知っておられるということを私たちはまず確認し まそのことを心から感謝していきたいと思います神様私たちのことをよくご存知だということです詩編の139編の1節そして5節にこのように書かれています主よあなたは私を探り知っておられます私も神様から知られているそんな存在ですそして今このメッセージを聞いてくださっているお一人お一人が 例外なく神様によってて知られている私たちを探りまた私たちをご存知なお方この方を私たちを今礼拝しそのお方の御言葉に耳を傾けているわけですさらにこのように支援では書かれています「あなたは前から後ろから私を取り囲み御手を私の上に置かれました」。神様がまさに,共におらられて私たちを前から 後ろから守ってくださっているそのような神様のまさに教会でよく使う言葉ですね御臨在神様がいてくださるというその現実の中に私たちは生かされているわけですしかしながら気になることもこの冒頭ではエペソの教会に告げられていますそれは教会を乱す存在がいるということです またあなたが悪者たちに我慢がならず使徒と自称しているが実はそうではない者たちという具合にこのような人々のことが表現されていますしまたニコライ派の人々とそんなふうにも書かれています使徒の働きの中にも例えばバラムの教えを固くなに守る者それから預言者だと自称しているイザベルと まそんな風にこの目次録の中には表現としてさまざまな表現でこのエッタシタブテが登場しているわけです。エベソビトの手紙の中にこういう言葉があります。私は知っています。私が去ったのち凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らしまわります。 またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。パウルはエペソに宛てた手紙の中でそういった存在がいるということをしっかりと示しているわけですね。残念ですけれどもしかし私たちが決して目をそらしてはならない私たちの現実教会の現実ということができます。 まさに教会にも私たちははそのよううなな教会ををす者がいいるということこ忘れてはなりません。もちろん私たちはそれが誰なのかって周りを見回しながら、まあ、こういう場合に言うとね今すぐにこうやって周りを見回しながら誰かなってまさか自分じゃないよねってそんなふうにまあ自らのことを見たりとかまた周りの人たちを見たりとか、まあ、そういったふうになりがちですけれども、まあ、しかしながら 私たちにとって必要なのはそういう存在がいるということをしっかりと忘れないでいるということであります。エピソドの人々はまさに彼らの持っている信仰神様との関係を決して軽く見ていなかったということにもなるわけです。神様が求めておられるものそれを真剣に求めていこうとしました。 神様が求められる歩歩みを歩んでいこうとしたわけですですから彼らは決して軽々しく信じてはいなかったわけです。そしてそれと同時に偽のキリスト者そのような人々に対して、まあ、断固として拒絶していったそういう人たちを調べそういう人たちに対する、まあ、いわばしっかりとした態度を取り続けていたということになるわけです。 そのようにしてエペソの教会はまさに行いにおいても忍耐においても神様によって認められていた教会でありましたまた間違った教えやまさに教会を乱す者たちに対してもしっかりとした対応ができていたわけでありますしかしこのようにイエス様はこの手紙の中でこの教会に対して語られましたそしてこの言葉は「 今日私たちがしっかりと受けておかなければならない大切なことを示していますけれどもあなたには責めるべきことがあるああるるなたたは初めの愛から離れてしまったある英語訳の聖書ですけれどもこれを私は日本語にま勝手に訳しちゃってますけどもフィリップ役という聖書なんですがこれではこのように書いてあります。 あなたは初めに愛したように愛していない。まあそのように訳すことができることが書かれています。この初めという言葉なんですが、実はまあそのいわゆるそもそもという意味もありますけれども、第一という意味を持つ言葉がここでは使われています。つまり初めの愛というのは第一の愛、つまり第一の大切な今しめを通して。 私たちに与えられていることを指すとそのように受け止めることができますね。この第一の戒めつまり大切な戒めの第一は何なのかそれは新兵器の六章の五節にこのように記されています「あなたは心を尽くし命を尽くし力を尽くしてあなたの神・主を愛しなさい」そのように神様を愛しなさいこれが第一の愛。 ままさにそれを示しているとも、私たちは読むことができる。そういう聖書の箇所だということであります。第2の戒め、皆さんよくご存知です。これも大切な戒めですと、そのようにイエス様がおっしゃいました。レビ記の19章の18節の言葉です。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。つまり愛するという戒めが。 私たちに与えられているわけです。イエス様はこのことは、またの福音書の二十二章の三十七節から三十九節で、このように語っておられます。イエスは彼に言われた。彼は立法の専門家の一人でありました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。 あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという大の戒めもそれと同じように重要ですつまりここで語られている愛最初の愛というのは根源的な私たちの生きる上でのまさに根っこにある愛ということができますある牧師は愛そのものであり愛の根っこ つまり私たちが誰かを愛する時の愛の原動力となるそこから私たちは愛をいただいて愛するものとされている、まあ、そういう愛について語っているわけです。私たちにとって忘れてはならないのはどんなに私たちの教会が私たちの個人としての歩みがそこに 神様に対する行いがあり労苦があり忍耐があったとしてもまた健全な教えこれが本当に聖書的な教えですよということが強調されているそういうような中に私たちがいたとしても愛がなければ全ては虚なしくなってしまうわけです。これにとびとりののの、手紙の第一の 13章1節から3節有名な聖書の言葉です皆さんも何度も何度も聞いておられると思います私たちはしかしながらこの聖書の箇所を何度も読む必要がありますたとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても愛がなければ騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです たとえ私が予言のたまものを持ちあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていてもたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がなければ私は無理等しいのですたとえ私が持っているものの全てを分け与えてもたとえ私の体を引き渡して誇ることになっても愛がなければ何の役にも立ちません ここの言葉を私たちは何度も何度度もも読むことが必要です。聞かなななければならない聖書の言葉です愛がなければ何の役にも立たないうるさいだけでありまた私たちはまさに無に等しいものとなってしまうわけですですからイエス様は私たちに新しい増し目を与えられました「弱いの福音書」の13章の34節、35節です。私は、 あなた方に新ししい目を与えます互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになりますつまり私たちの歩みは愛によって動機づけられ愛によって支えられ 愛によって力づけられ愛によってまさに進んでいくそのような私たちの営みが神様によって用意されているというわけであります。つまり私たちはここに根ざしておくことが必要この初めの愛から離れてはならないということです。ですからこのイエス様の手紙では「 悔い改めて初めの行いをしなさいとそのように勧められていますこの部分もう一度読み出しますだからどこから落ちたのか思い起こし悔い改めて初めの行いをしなさいそうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行ってあなたの食材をその場所から取り除くまず私たちに必要なのはどこから落ちたのかを思い起こすということです つまり思い出してそれを私たちに忘れてはならないということですそして悔い改める悔い改めるということは方向を転換するということがここでは示されているわけですつまり悪との決別が必要だということです悔い改めというのは繰り返します方向転換を意味しますつまり神様の方を向いて 私たちが歩んでいく生きていくということですそれまでは別の方向を向いていたかもしれませんとかくすると私たちは自分の方向を向いてしまう自分自身に目が向いてしまいがちですしかしながら神様は悔い改めなさいって今日私たちに語ってくださっていますまさに神の方を向くように私の方を見なさいって私に求めなさいってそのように神様は まさに私たちに今日招きを与えてくださっているわけですね私たちはただ悔いるつまり後悔するだけでは十分ではないんですねつまり改めるまさに改めることの方に実は大切なポイントがあります悔いるだけ反省するだけなら昔のコマーシャルですけどもね反省するだけなったら猿でもできるってそんなふうな ことで誰でもああしまったってその時間違いを犯した時や失敗した時に思うことができるわけですつまり反省するだけでは実は私たちに変化を見ることはできません改めることつまり心を一新することあなたの思いを持って歩み出すことそれが私たちにとって必要だということですですから私たちに神様は今日求めておられるのはすべての事柄を 愛によって私たちが歩み出していく進んでいく具体的に私たちがそこに私たちの土台を置いていくということですですから特に愛することにおいて私たちはここにたびたび立ち返っていくことが必要だということですつまり神様を愛することそして周りの人たちを愛すすることですそしてさらにこのように書かれています。めの行いいをしなさい 初めの行いつまり愛する者として私たちが歩んでいくということです。はじめの愛に私たちが立ち返っていくということがここで求められているわけです。ヨハネはその手紙の中でこのように書いていますす神をを愛るると言いいなながらら兄弟を憎んででその人は偽り者です。 目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできませんまさに私たちは神様を愛すると同時に私たちの周りの人たちを愛していくまさに目に見える人たちを神様が与えてくださる愛によってその愛を原動力としてその愛に支えられてその愛に励まされて 私たちが愛していくそのように神様は私たちを今日導いてくださっているわけです。このヨハネの黙示録の中に登場する手紙この手紙の最後に共通した言葉が実は登場しています。それはは耳のあるものは 御霊が諸教会に告げることを聞きなさいという言葉でありますエピソードにある教会の密会に書き遅れまあこれは密会にって書かれているときに私たちなぜ密会なのか教会になぜ直接ってそのようにイエス様は宛先をしっかりと指定されなかったのか 春牧師はこのように言っています実は教会に直接手紙を送ったとしてその手紙がちゃんと受け取られるかどうか定かではないって送ってもきちんと受け取らないしまた受け取ったとしてもそれをよく読まないってそれにいろいろな受け取り方があるまあ皆さんも今の時代さまざまな手紙を受け取られることでしょう。あ,あの メール電子メールって昔は呼んでましたが今はメールで、ね、すぐに通用する言葉ではありますけれどもメールで皆さんいろんなジャンクメールといわれるいわゆるさまざまな私たちが受け取る必要のない受け取りたくないようなそういうようなメールを E メールを受け取られることがよくあると思います。でですから最近のいわゆるメールソフトでは そういったものを仕分けするそういった工夫まそういった機能がついていますねまあ、とばか前までは実際に私たちはさまざまなジャンクメールと呼ばれるまあ、いわば受け取る必要のないようなまあ、広告であったりとか私たちに必要でないようなそういったさまざまなメールそれを実際に郵便などで受け取っていましたまあ、今でも多分にそういったものっていうのは多く私たちの 実際の生活の中にはあるのではないかと思います。ですから私たちは神様から大事な御言葉を受け取ったところでそれをちゃんと見分ける力をもし持っていなければ私たちはそれを神様の言葉たち受け取ることはでできないです残念なことに私たちはそのようなまさにある意味いろんな情報があふれてしまっているいろいろな 私たちに対する手紙やメールがもう氾濫しているそういう中にいるがために私たちはそれがたとえ教会に対してって送られたとしてもそれを私たちはちゃんと受け取ることができないそういう私たちの側の問題があるのではないでしょうか。でもここでイエス様は直接見つかりつまり教会のリーダーであったりとかまさに神様の言葉にしっかりと耳を傾けるそういった人たちに 送られているですから確実にこの言葉をままず受け止めていきます伝道者牧師の言葉にそれが伝わる神の言葉に私たちはきちんと耳を傾けていきたいのですがしかしながらまさに私たちは多くのメッセージ多くの指針多くのまさに情報の中に埋もれてしまってそれを私たちは受け取ることができていない。 そういう私たちの姿をこの手紙のまた七つの教会の手紙にパターンとして書かれているつまり神様の言葉に対する私どもの態度というものが実はここで試されているわけですだからイエス様はこのようにおっしゃっています耳のあるものは御霊が諸教会に告げることを聞きなさいって神様は聞きなさいとおっしゃってるんです 聞くという行為において実は聞く側はまさにコントロールすることはできません語る側がコントロールすることができるもちろん聞く側が耳を閉じるとかね、バジとオフと言いますけどもまあ、聞いたふりをしながら全然中身を聞いていない、まあ、そういうことはできるかもしれないしかしながら聖書が私たちにはっきりと示しているのは耳のあるものは聞きなさい 神様の言葉にまず何にも増して私たちが耳を傾けることの重要性を私たちに迫っているのではないでしょうか。今多くのの声が私たちの周りで響いていてます残念ながら私たちそれら全てに耳を傾ける必要はありません。でも 私たちはそれを主者選択していくということにエネルギーを注ぐよりも私たちにとって大切なのは神様の言葉にに徹底的に耳を傾けていいくととうことですですから私たちはまさに神の御言葉である聖書に触れていることが必要だということです。他の何にも勝って私たちはしっかりと神様の御言葉に私たちは耳を傾けていこうではありませんか。 マルコの福音書の4章2回ほどこういう言葉が繰り返されています聞く耳のある者は聞きなさい聞く耳があるなら聞きなさい私たちには耳が与えられていますそれはいわば身体的に聴覚として与えられている耳のことだけを意味するのではありません神様のまさに言葉を受け取る聞く それを私たちのものにするそういう神様が力を私たちに備えてくださっているだからこのように言うことができます聞く耳のあるもの耳のあるものとは誰もが漏れなく聞くことが求められているということです神様は今日私たちに語ってくださっています初めの行いをしなさい初めの愛から離れている私たち そのようなものであるという自覚を持ってまさに神様を愛することそして神様を愛することを通して周りの人たちを愛することへと私たちがまさにフォーカスしていくようにと神様は私たちを導いてくださっているわけでありますご一緒にこの初めの愛に生きるそのような歩みを歩んでいこうではありませんか お祈りをいたします天の父なる神様今日このようにして私たちをあなたの御言葉へと導いてくださったことを感謝いたしますそして聞きなさいあなたが今日も招いてくださっていることを感謝いたします私たちは聞きます神様どうぞ私たちがあなたの御言葉に耳を傾けそしてその御言葉によって養われ励まされ整えられ また変えられ私たちの歩みがさらに確かなものとなっていきますようにお導きくださいあなたは初めの愛から離れてしまったこのあなたの言葉に私たちがまさに応答していくことができるように神様あなたに立ち返りあなたを愛し神様周りの人たち兄弟姉妹たち神様私たちに与えられている方たちを愛していくそのような 私たちが歩みを進めていくことができるようにそこに私たちがしっかりととどまることができるように導いてください。今日もあなたが私たちに御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。イエス・スキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。